moments are the important moments that connect us. 杞憂名古屋。皆さんこんばんは。2月1日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから杞憂名古屋お送りいたします。最近王子ね、舌べらよく噛むんだよね。今もね、なんかヒリヒリしながらね、おしゃべりしてますけども、滑り王子マスクマンでございます。はい、先週はちょっとスタジオをお留守にして申し訳ありませんでした。まあちょっと会社から濃厚接触者の可能性があるということで、一応念のために、席を外してたんですけれども、まあ結果的には別に保健所からは言われてないんですけれども、まあ。会社がちょっと、まあ、安全を期してということで、まあ、お家に10日間いましたので、まあ、スタジオもちょっとお邪魔するのをやめました。味噌煮込みスキーと。ですね、まあ、その、濃厚接触者の疑いっていう風だったんですけど、私もですね、2日間自宅待機になってしまったんですけども、まあ、今のところは特に何もないんですけど、やはりですね、周りにですね、あの人がかかったとかっていう話をいっぱい聞いてるので、すごく注意しなきゃいけないと思っているダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはお風呂。今週のテーマはお風呂です。あれ、あ、ごめんなさい、私か、ごめんなさいはい、失礼しました、はい、メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼き本部町誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん。こちらの提供でお送りいたします。杞憂名古屋。あのね、はい、さっきいつもね、はい、ダンドリーみそちゃんがね、あら、どうしたのかなってびっくりしちゃった。いや、一瞬、無音になって、あっと思って、王子の視線がちょっと痛かったです。たまにはね、刺すよ。まあ、いつも刺しっぱなしだからね。あ、そうだね。はい。はい、お願いします。はい、メールご紹介します。先週のバスでいただいています。はい。銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。美濃和さんのお店や、那覇市内で飲みに行くときは、自宅のハイバルから徒歩10分くらいで、国道302号沿いを、沿いにある、バス停まで行き、バスを利用するようにしていますね。ただ日曜日の場合は平日と違い本数が少ないため、時間がないときはバスを使わずタクシーを利用していますね。昔の沖縄のバスはかなりいい加減でひどかったのですが、最近の沖縄のバス事情は、だいぶ改善されていますということでございます、うん、あら、そうするとバスが待ちきれなくてとか、時間で来ないからタクシーをお使いになるってことですかね。
ぱりね、時間通りに来ないっていう話はよく聞きますね。あとやっぱり日曜日のね、ダイヤが結構減るんですよ、バスって。ああ、はいはいはい、はいね。そうですね。待ってね、待っても。あのね、時間がね、あれなんですね。本数が少ないから、うん、うん、行っちゃったと思うと次がすごい長いってことですよね。今ね、バス旅っていうね、そのバスを乗り継いでどっか目的地まで行くあの番組が大好きなんですけど、あら、あれを思い出しますよね。本当祝日のダイヤとか、えってなりますもんね。ああ、そういうことです。はい、じゃあ続きまして、はいはい、バスで同じく行きますね。はい、埼玉の郷さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。今朝、向こう1週間の天気予報を見たんですよ。夏はまだですね、泣き。いや、だいぶまだですね。春がありますよ。皆さんは夏はお好きですか？僕、季節は夏だけ好きなんです。夏だけってことは、他の3シーズンはって感じです、うん、そんな夏話は置いといて、テーマのバスですね、はい。観光バスには何度か乗っていますが、公共交通機関のバスって本当に数えれるくらいしか乗ったことがないんです。だからバスに乗る自信がないんですっていうことです。あら、ああ、そうなんですね。なんか乗り方とかも乗り継ぎとかも結構難しいですよね。うん。王子も乗ってないですからね。沖縄王子乗らないの？うん、あんまり乗らないですね。まあ沖縄で路線バス乗りましたね。路線バス乗りましたっけ？乗りましたよ。あれどこでしたっけ？あ、乗りました乗りました。リアル南国の夜に行く。ああ、乗りましたね。乗りました。はい。乗りましたね。はい、では続きまして、はい、フルムン新一さんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。高校生までは路線バスに大変お世話になりました。沖縄の四大バス会社のうち、私たちが住む本島中部の東海岸では、緑とオレンジの東洋バスが活躍していましたが、個人的には西海岸や那覇市内を走る那覇交通、通称銀バスが憧れでした。田舎者の私にとって銀バスに乗る人はすごく都会人に見えましたということです。あ、銀バス、はい、そうなんです。ちょっと写真がね、すいません、モノクロで申し訳ないんですけれども、うん、あ、これこれこれ、ああ、なんか昔ながらの感じね。ちょっと見えないな、うん、ちょっと見えないな、うん、うん、ですね。なんかラジオネームで、うん、銀バスさんがつくラジオネームがあるんですけど、これにちなんでなのかな、はい、と思いますね。うん、かもしれないですね。銀バス鉄道さんとかいらっしゃいましたよね。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、ランサーズさん、ミソさん、ブラックアイスバーン、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。なんか、またいろいろつきましたね。ブラックアイスバーンって、あら、ちょっと滑りが良さそう。はい、テーマバス、猿、1月17日、阪神・淡路大震災から27年目を迎えましたが、京都定山バスが阪神高速神戸線の高架から落ちかける写真は震災を象徴するものとして有名ですが、そのバスに乗務していた2人のドライバーの1人、安井さんは窮地の中で落ちないドライバーとして受験を控えた修学旅行生から大人気です。あら、東京に引っ越してから約7年、お会いできていませんでしたが、先日 NHK ニュースで特集をされていて、まだハンドルを握っていることを知り、なんだか嬉しくなりました。というオチのない話になりました。いや、オチありますけど。大丈夫ですよ。あのね、この写真がね、あるんですけどね、うん、本当にね、間一髪ですもんね。端っこ、ね、ちょっと見えるかな。すごく印象ありますね。うん、端からね、頭がちょっと出てるような感じなんですけど、本当にこれはね、よく、運転手さん止めていただいて素晴らしいっていう。いやーねー、うん、でも本当この瞬間のことを思うと、ちょっとやっぱり胸が痛いですけどね、いろいろ。怖いですもんね、このね、写真を見るだけでもね。はい。あれです。王子もね、今写真見るだけでドキドキしちゃいましたよ、本当に。ねえ、うん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、真っ白いキャンディーさんが銀バス懐かしいですって言って、あ、うん、はい、はい、なんか、ラジオネームをなんかちょっと嘘な、うん、嘘っていうか、なんだろう、どうも品場銀バスですってなんか急にラジオネーム変えてる人がいますけど、ツイキャスでチーンだね。はい、お願いします。はい、はい、ですね、はい、品場もろともさんからです。はい、絶妙なタイミングで、はい、いや、いいよね。はい、お願いします。
バス釣りが好きそうなダンサーズさん、はい、さよならバスの定期券を持ってそうな王子。ん？さよならバスって何？さよならバスの定期券を持ってそうな王子。天の声さん、こんばんは。あ、先週は天の声だったね。このさよならバスっていうのをなんか教えていただきたい。さよならはどういう。さよならバスってあの歌の題名ありましたけど関係ないのかな。ゆずさんで。あ、そうなの。うん。とってもそういうことに疎い王子ですからね。はい。バスといって思い出すのは、はい、全国で乗り方が違うことですよね。前から乗って最初に運賃を払う場所と、後ろから乗って降りるときに運賃を払う場所、自分は普段バスに乗らないので毎回まごまごしてしまいます。お三方はいかがですか。あと思い出すのは大学時代に街中で飲み会をして一緒に飲んでいた女の子が帰りのバスで気分が悪くなり、一旦降りようかと確認すると、うんうん大丈夫と言っていたのに、どうにか、降車するで停留所に着いたかと思ったらダッシュして、あー降りてリバースするんだろうなと思ったら、まさかの料金箱になっていう思い出があります。ああーなんかこう一緒に飲んでた女の子がですね、バスに乗って気持ち悪くなって、次のとこで降りるってね、あれかなって、楽になるのかなと思ったら、走っていたと思ったら料金箱に楽ね、いやもうその後どうなったかが気になりますけどね、それあとどうやって使うんだろうね。もうチャリンチャリンって、いやもうちょっと想像したくないな。すごい女子ですね。いい、方とお友達だと思いますよ。埼玉の郷さんから、はい、うちのワイフは読谷から沖縄市まで高校に通っていたので、バス通学は大変だったそうです。朝練の時はしんどかったって言ってます。そっか、やっぱり、大変です。大変ですね。はい、葛飾の陳さんが、沖縄に行ったとき、バスが始発の出発時間から遅れてびっくりしました。渋滞に巻き込まれてました。そう、始発ですでに遅れるっていう。すごい。すごいですね。ね、まあ、大抵始発なんて遅れないかなって思いますもんね。うん、はい、そうなんですよ。はい。はい、じゃあ、まだメール大丈夫です。どうぞどうぞ、大丈夫ですよ。はい。次はですね、あ、これをもうあれかな。あ、じゃあ、今週のテーマでお風呂で行きましょうか。はい、はい、お願いします。泉さんの特急サザンさんからです。はい。お風呂は大好きで、仕事が休みで、他に行くところがないときに、スーパー銭湯に行って、一日過ごします。旅行先で泊まるホテルも、なるべく大浴場があるホテルを選んで宿泊しています。本当にお風呂は大好きなんです。じゃあまたねということでございます。あ、まあ、そうですね、大体男性の方だとこうスーパー銭湯とかね、うん、あの大きいお風呂入って、まあ、ちっちゃいねなんかヒノキ風呂があったりとかサウナがあったりとかね、もうそういうふうでね、あのお風呂に使うのが好きって方多いですからね。もしね好きなんですけどね、最近ね、シャワーの方が好きでね、結構あのこうさっと洗ってさっと出ちゃう風になっちゃったんですね。うん、昔はねすごいね熱いお風呂にね、うん、長く入ってね、もう体が真っ赤になるぐらい入ってたんですけど、うん、もう最近はね全然そういうことがなくてですね、お風呂に使うのもなんかやだなって感じで、うん、さっと頭洗ってさっと流してみたいなね。でもねちゃんとあの隅々まで洗ってますからね、結構いい石鹸使いますんで、あのお肌の滑りはなかなかいいですからね。お邪魔にこだわります。こだわらないですけど、あのね、固形石鹸が好きなんですよ。ああ、うん、ボディーソープよりも。そうそう。うん、なるほど、はい。はい、ありがとうございます。バスのメールがね、まだありました。はい。紹介してもいいですか？はい、はい。はい。ちょっと長文ですよ。はい。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、マンタキーラジオのみなこです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。話は長くなります。え？高校3年の時、友達がバスガイドになりたいけど、一人で面接に行く勇気がないから一緒に受けよう。就職活動なら出席扱いになるから、帰り国際通りで遊ぼうと言われ、進路指導部と担任は、美奈子さんは内気だからガイドは向いてないと思うし、不採用になるからホテル関係を勧めるけど、って言われたけど、一応受けてみました。
そしたら面接者2人不採用で、私と友達は採用。でも10月から土日祝はバス会社のガイド訓練室で観光シナリオを丸暗記しなければならなかったのです。新人ガイドは定期観光の A コース、那覇とか南部戦績巡りコースを原稿用紙100枚以上ありました。しかも読谷から朝の8時半に着かないと教官に叱られるので朝の6時に自宅を出ました。まだ入社式もやってないし、高校も卒業してなかったから、交通費や昼食費は自腹。あ、え、10月からだったから、1日の交通費が軽く1000円は超えたので、月数万。親は辞めなさいと言いましたが、私は辞めたかったけど、友達を裏切りませんでした。しばらくして友達が同日祝の度に病気を理由に休みがちになり辞めてしまいました。他にも採用者48人中、3月10日の入社式には23人しかいませんでした。そして私も4月に教官の美人な人や可愛い人には優しく、ブスな人には塩対応な態度が我慢できず辞めたのでありました。未だに挨拶のところだけは覚えています。朝出勤したら教室やトイレ掃除、それから定期観光バス乗り場だったから、バスの掃除やパンフレット、エチケット袋をシートの網に入れてから、発声練習などに入りシナリオを覚える。昼食後はカラオケの授業をしてから、朝覚えたのを鏡に向かって一人ずつ発表。歩き方、座り方の訓練、バス誘導の訓練、実際バスや訓練生みんな乗って教官が指名して案内シナリオを見ないで案内、観光地もバスから降りて案内、他にもたくさんあって辛かった。これからバスガイドを目指す方はかなり厳しい世界ですよ、ということで、うーん、すごいですね。はいはいはい、はい、では CM です。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など、激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901、中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。
名古屋。はい、ちょっとね、バスの話題で、ちょっとね、はい、お詫びをしなくちゃいけないです。ナッティナチコさんがご飯を食べておりましたので、ちょっと不適切なメールでしたかね。でもまあ、ね、うん、なかなかいろいろ難しいですけどね。うん。うんうんうん、はい、すいませんでした。失礼いたしました。はい。はい、はい、じゃあ続いてですね、バスではなくて、あ、まだあるの、バスのテーマですね。はい。アレックスさんからです。はい、ありがとうございます。はい、タイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。発揮するまで食べちゃう。あら、どんどん食べてちょうだい。もう最近はバスに乗ってないです。好きなバスは50番と82番です。学生の時はよく乗ってましたね。50番と82番？これもしかしたら、またソフトバンクホークスのどなたかの背番号なのかしら。50番と82番。いやいや、バスの系統番号じゃないの？多分ね。はい、あとですね、はい、もう一つですね、はい、アレックスさんから、はい、今度はお風呂です。あ、まだバスのメールありますよ、こちらに。紹介しますね。あ、50番わかります。百名線。今調べたのね。はい、はい。では行きますね。はい、ウルムイカリさんからです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。読谷村に住む僕の移動手段は当然車、自家用車ですが、お酒を飲みたいときはさすがに運転してはいけません。那覇市に気になるクラフトビーフ屋さんがあり、気軽に出向くにはやはり自家用車が便利です。しかし、それでは飲めません。運転代行代も読谷からは馬鹿になりません。那覇市の駐車料金も超高価です。そこでバスです。読谷から那覇までバスで90分。料金も1000円でお釣りが出るくらい。今はスマホのサブスクもありますからね。バスでの90分間はお気に入りの音楽を聴きながら車窓から景色を眺めるもよし、ネットフリックスなどで映画丸々一本見れそうですね。コロナでなければ土曜日のお昼過ぎからのんびりバスに乗って那覇まで飲みに行こうとマジで思ってますっていうことです。うん。ね。コロナが落ち着いたらまた行けます ね。今ちょっと厳しいかな。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました、アレックスさん。はい。お風呂でね、来てますので、名古屋チームの皆さん、こんばんは。プロ野球、こんばんは。プロ野球キャンプ開幕。いい正月デービル。あら、まあ、そうだよね。今日そうですもんね。今日からだもんね。はい、うん。風呂にラジオと本と炭酸水を持ち込み、ダラダラするのが大好き。冬はもちろん、夏でも、湯船に浸かり、汗かきながら本を読んでいます。その時の炭酸水は格別です。ってことでございます。でもね、本って湯船で読んだら、ふにゃふにゃにならないの？なんか今そういうのをなんだろう、うん、そういうお風呂で読めるなんかグッズ売ってますよ、いっぱい。あ、そうなの？うん。で、はい、ラジオとかね、あのスマホを持ち込むのは聞きますけども、うん、で、本当は本ってね、こう、なんていうの、こう、湿気でね、なんかふにゃふにゃになっちゃうのかなと思うんだけど。いや、今はね、いいグッズがあるんですよ。ああ、いいグッズが。電子書籍っていうのもあります、ね。ああ、そうですね。ね、はい、それありますよね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、どうぞメール。はい。はい。はい、あら、これ、どなた？もう。ん？マスクちゃん、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。早く夏にならないかと、秋から思っている埼玉のゴーです。ゴーです。ゴーです。ゴーちゃん。ゴーちゃん。あのね、まあまあまあね、マスクちゃんってなんかこう、可愛らしい響きですよね。なんかそんな感じしない？ね。ね、ねって。おだまり。はい、テーマのお風呂ですね。はい、僕男性では珍しい部類の長風呂派なんです。しかも小学生の頃から、子供の頃はお風呂に入りながら漫画本や雑誌、高校生になってからは携帯でゲーム、今はお風呂に入りながらラジオを聞いたり配信サイトを見たりしています。だいたい旧名古屋の配信の時は、はい、お風呂に入っています。あら、お、そうなんですね。いや、そうなの？あら、これだと、こう30分ずっと入ってるの、のぼせちゃうんじゃない？
そうですか、30分ぐらい入れません、うん、あ、でもあれなのかな、うん、お湯はちょっとぬるめとかね。ねえねえ、うん、そうです、そうです。でもここでちょっとね、気になったのがね、はい、ね、高校生になってからは携帯ゲームと言いますけども、うん、この携帯でちょっとこうエロティックなもの見てる場合があるよね。ふざけるなー。これは健全な高校生のパターンですけど。ふざけるなー。ゴーちゃん、そうじゃない？お引き取りください。いつもこのパターンに持っていきます。はい、はい、ありがとうございます。サーフボーイさんからツイキャスで、はい、衣装勝ちデビルして、今日のテーマ、お風呂、今年はまだ一回も池には入ってない、あ、要は浴槽に入ってないっていうことですね。うん、寒いのにもうちょっと寒くなったら、入浴剤を買ってきて入ろうかなということですけれどもね、うん。そうなんですね。沖縄の方って実は、うん、ね、はい、湯船につからないですよね。あ、で、ひふみーさんがね、お風呂って沖縄ではバスタブに給湯器で、あ、ん？給湯器では水道から出るお湯を張るだけ。内地の釜付きのバスタブの仕組みがいまいち理解できない人多いはず。俺もその一人、仕組み教えてごっくんちょっていうことです。追い炊きのことですかね。追い炊き機能がないってことですかね。給湯器にそういったタンクがあって、そこで温めて、うん、で、戻すというものですね。うん、で、追い炊きって言って、ね、またさらに加熱されて、湯が出てくるというものですね。うん、ね、そうですね。はい。ひろっちさんがね、自分はお風呂が大好きで、出勤前に1回、夜に1回、毎日1時間ぐらい入っています。すごい。すごい。合計2時間じゃないですか。月々のガス、水道代がバカにならないぐらい高いです。それは高いですね。すごいですね。うん、ああ。うん、長い。伸びないかな。はい。はい。ということで。はい。はい。エンディングですね。はい。エンディングです。はい。来週のテーマは？キャンプ。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 来週のテーマはキャンプです。プロ野球キャンプ、アウトドアのキャンプでも何でもいいです。キャンプメッセージをお送りください。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼き元部長誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ね、おまけのコーナーがありますので、うん、またよかったらツイキャスで、はい、そちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。何か一言ありますか。はい、一言、はい、一言、いつものこと言うよ。はい、閉店ガラガラ。Thank you.